これはどうだろうな、ね、料理、インド料理とかパキスタン料理とか日本料理どっちが好き？日本。日本完全にパキスタン離れたね。埼玉の逆襲。さあ続いては八潮市に今回ちょっとスポット当てていっております、うん、であのこちらにも八潮スタンと呼ばれるあの方々がいらっしゃるということで、ベビルさん、この八潮スタンも聞かれたのはもちろん初めてですよね。八潮さんも知りませんね。埼玉県のパキスタン、ヤシオスタンを調査した県。実はパキスタン人が日本一多い埼玉県、特にヤシオ市には数百人のパキスタン人の人たちが暮らしていることからヤシオスタンと呼ばれているそう。実際この辺りにはパキスタン料理店が何軒もあったり、熱心なイスラム教徒のパキスタン人が集まるためのモスクまであるんです。そんなヤシオの中で中心的なお店がアルカラム。周辺のパキスタン料理店の中では一番の老舗。日本人の舌に合わせることなく、パキスタンの味をそのまま提供することで、全国に暮らす中東エリアの人たちがこの店の味を求めて訪ねてくるそう。アルカラムのオーナーのアリさんにヤシオスタンの始まりを聞いてみると、だいたい1985年前までみんなやっぱりイギリスとか、そういうアメリカとかカナダとかそこら辺に働きに行ってたんですよ。バブルがすごかったですよ、日本は当時がね。でここも給料はいい、給料はもらえるとかやりやすい国って言われたから、みんなやっぱそこの国から移動してこっちに来たんですよ。で八潮はなぜかというと、昔八潮にもたくさん工場があったんですよ。みんな外国から聞いて行くんだったら埼玉行った方が結構仕事もらえるし、あと生活やりやすいって言われているから、まあ、今でも約1万5000ぐらいにコミュニティが日本全国であります。その中で一番多いのはやっぱり埼玉県ですね。私32年ぐらいになってるんですけども、やっぱその中で、まあ、自分の国だと思っちゃってるんで、実際は復国籍パキスタンなんだけどね。埼玉愛あふれるアリさん、お店の裏のマンションにとあるものを作ったらしいんです。それは独特な雰囲気が出ていますが、ここは一体？実はこれマンションの中に作ったお手製のモスク。ちゃんと1日5回礼拝が行われているんだって。この場所を作った理由は、こっちヤシオスタンって言われてる言葉なんですけども、本当はヤシオの中で大きなモスクはあるんですけども、割ちょっと遠いから、もう皆さんそこ住んでる人多いから、そのためにこれモサラって言うんですけども、まあ、そういうモスクなんで、そこをちゃんと5回お祈りやってるんで、みんな集まってここでお祈りしております。イスラムの方たちには欠かせない礼拝の時間。とはいえ近所の仲間のためにモスクを作ってしまうアリさん、すごい。他にも紹介したい場所があるとのことでついていくと、これはカッサムハラールフードって言うんですけども、一応パキスタンのストアですね。パキスタンのジュースとか豆とか肉とか何でも売ってるんですよ、ここら辺が。これ見てください、全部ファストフードのバーガーとか全部作ってますね。これ全部日本のハラールですね。なるほど、イスラム教の人たちが安心して食べられるジャンクフードまで取り揃えてるってわけですね。埼玉で充実した暮らしを送りつつ、祖国の文化を守っていくためにはこういったお店が不可欠なんですね。移住する人が増えるのも納得です。これはカッサムハラールフードのオーナーでアリ社長っていうんですけどもで紹介しますんで、はじめまして、はい、どうアリさん、なんでここそういうお店作ったんですか？なんで、そうですね、やっぱりパキスタンの方多いですし、まあ、イスラム教徒の方って豚肉が食べられないんですけど、やっぱり日本のものって豚が入ってるじゃないですか、基本的に。で、まあ自分もバーガーとか好きなんで、まあ、バーガー
とかピザとかやっぱ日本で食べたいけどやっぱ食べられない人たち多かったんで、まあハラールのバーガーとかピザとかを作って、まあせっかくここに多いんで、まあ提供したら喜んでもらえるんじゃないかなと思って、まあこういったお店をやろうかなっていうふうに思いましたね。はい。で面白いのはこれからね、まあこっちはハーフなんだけども、これはどうだろうな、料理インド料理とかパキスタン料理とか日本料理どっちが好き？日本。日本完全にパキスタン離れたね。離れちゃいました。もう事態はここで終わっちゃったね。でパパのバーガーとか食べてる？ハラールバーガーとか食べたことない。ない。ピザは？ない。ピザも食べてない。うん、ピザ好きじゃない。ヤシオスタン3世の息子さんは完全に日本食が好きとのことですが、せっかくなのでハラールのバーガーを紹介してください。アリ社長、この中で何々入ってますか？この中 に、はい、この中にチキンなんですけど、ジンガーバーガーっていう名前で、ハラールです。もちろんハラールです。はい、チキンと、まあ、チーズとあとグリーンカール、はい、まあ、あとはもうオリジナルソースとマヨネーズかけて、すべ、はい、てハラールってことで。もちろんです。はい、食えますね。はい、おいしい。ものすごいおいしい。もう日本の味しないからそれが一番です。あったかい、やけどする。どうぞ、おいしい。ぜひ食べに来てください。あのハラールバーガーですごい美味しいなんですね。うん、このリポートに手応えを感じたアリさんが突如インタビュアーを買って出てくれました。ヤシオはどうですか？好きですか？ヤシオ大好きだよ。ヤシオ、まあ、ずっと最初からヤシオ。もうソカ、ソカ、ずっとソカ。変わらないけどね、ソカ。もう今ソカ住んでるけど、ヤシオ毎日ご飯食べる来る。朝と夜とご飯、こっちアルカラムレストランで食べる。アルカラムでなんで来てるんですか？やっぱアルカラムは何がいいとこある？アルカラムはなんかカレー美味しいでね。私大好きだよアルカラム。毎日私2回ご飯と食べる。やっぱアルカラムで何かいいことある？あとは何が美味しい？ここに売ってるものは全部美味しいなんだけど。ありがとうございます。そうですね、あの食べ物も美味しくて。あの大好きなので毎週1回ファミリーと一緒に来ていますね。はい、言わせてる感が出ちゃってますが、それはご愛嬌ともあれ、ヤシオスタンの人たちの埼玉愛も十分に感じられました。ぜひ他の人もよろしくお願いします。来てください。なんか仕方なく埼玉っていうよりは、はい、住みたくて住んでんだよね長年っていうのが、やっぱ愛情がもうあるんだなと思って、ね、ほら僕なんかもどっちかというと、まあほらもうね、春日部を離れて東京に住んじゃってる人間じゃないですか。異国の方がね、いやもう埼玉にもうずっと住みたいんだって言ってくれる方がいるっていうのが、なんかねちょっとこう申し訳ないけど嬉しいですよね。そうですよね。なるほどと。無理やりこう埼玉出身の若者に埼玉帰れ帰れ帰ってこいって言うんじゃなくて、逆にこう世界からもう住みに来てくれる街になってきてるっていうのが一つなんかチャンスありそうだよね。そうですね。